一方、旭川の定次路交差点では高齢の女性が軽乗用車にはねられけがをしました事故があったのは旭川市長山四条1丁目付近の定次路交差点ですきのう午後6時前1人で歩いていた79歳の女性が軽乗用車にはねられ病院に運ばれました警察によりますと女性に目立った外傷はなく 意識はあるものの呼びかけに対し受け答えができない状態だということです警察は40歳の軽乗用車の男性運転手から事情を聞き事故当時の状況を調べています